はいどうもこれこれです。今日はですね新宿歌舞伎町に来てるんですけども、まあ、なぜ来てるかっていうとですね、今ちょっとツイッターで話題になってるメニューと全く違う似ても似つかないような食べ物が出てくる、ぼったくりやんっていうレベルで食べ放題の店があるみたいなんで、ここに本当にそうなのか調査していきたいと思います。まあ、今僕の連れが2人いるんですけど、そこに3人で予約したんで行こうかなと。実際どういうものが出るのかは自分で見ないと分かんないんで、まあ、今もさっきねキャッチに声かけられてぼったくられたばっかなんですよ。別の動画で上がってると思うんですけど、もうこの勢いに乗ってぼったくられまくろうかなっていう。これをこんな感じで締める状態になってますので。あ、これが個室なんですね。みんなこんな感じで。あ、みんなこんな感じ。お見事。3品が食べ放題で、コースの中で3品がおかわり、3種類だけおかわりができるメニュー見せてもらっていいですか。あ、料理のメニューはネット予約のところだけしかないので、それを見てってことですか。何が来るかはネットを見てくださいってことですね。順番で出ますので。はいはい。すごいうまそう、これめっちゃうまそうなね、これだけど、これが来るんか、うわ楽しみやな。一応下げましょうか。お願いします。はい。半個室です。シーザーサラダ。おお、多い。これがシーザーサラダ。ありがとうございます。これなんすか。あ、これなんすかこれ。本当に来た。本当に来た。ツイッター通りに来た。バニラドーナでございます。ローストビーフ。はいはいはい。あ、うまそうですね。インスタ映えだ、インスタ映え。はい、ということでね、いろいろ来ましたけど、俺久々に見たよ、この赤さんウインナーで、これバーニャカウダー、これバーニャカウダーってこんなんでしたっけ。肉寿司いくらなんていうか、1300円。これハムだよね。これはまあうまそうですね。ローストビーフ。ローストビーフ。はい、すいません。はい。すいません。何の肉ですか。こちら牛肉。牛、豚。鶏ではないと思います。鶏じゃない。ベーコン。あ、ベーコン。ベーコン。はいはいはい。はい。うまそうですね。ありがとうございます。じゃあ皆さんいただきます。じゃあこのベーコン。まあ肉寿司ですよね。食べてくださいよ、2人も。いただきます。タレの味しちゃいます。焼肉のタレご飯みたいな。焼肉のタレご飯。ウインナー食いますけど、ウインナーうまいですね。ローストビーフもちょっといただきますけど、なんかようわからんカレーと。これウインナーだけだ、ウインナーだけ。ウインナーは食える、絶対。食べ放題のポテトフライですね。これもウインナーとかない。これサラダいただいてもいいので、ローストビーフ食べてください。やっぱりおかしいよな、これで写真これだよ。写真めちゃめちゃ美味しそうですけどね。SNS 映えするっていう店でしょ、これ。悪い意味でってことでしょ、これだったから。チャーハン。あ、ガーリックラーハン。おお、写真とは全然違う。いや、この店はですね、お腹いっぱいになりたい人は素晴らしい店です。はい、どうも。次の席お着けください。じゃあいただきます。あ、でもこれは普通で、これ俺食う。はい、これも俺食う。全部ですか。お願いします。このパスタ俺が全部食うから、みんなから食う。はい。じゃあね、ちょっとね、明らかにイラストと違うんで、これくださいって言って何が来るか。この写真のやつくださいって。でもこれが来たらもう終わりで、メニュー頼み。すいません。あ、すいません。これもらえます、このメニュー。これなんすか。そうだろうって思います。あ、これは別のメニューで、はい、
今日はシュラスコのメニューですので、これないですか今日。あ、おけずむのご予約は今のコースでございます。なので、これなんか単品みたいなんですか、このうまそうなやつ。あ、単品はこれ、さっきのやつですね。あ、これってこれですか、はい、あ、これですか。あ、そうですね。あ、了解する。申し訳ありません。あ、ほんますか。ちょっと写真とちょっと違うんです。写真とちょっと違う、はい、あ、そうなんですね、うん、ああ、了解です、了解です。じゃこれ頼むと、もう一皿これが来るってことですか。そうですね。ああ、そうですね。一品単品で頼む、はい、あ、それがこれなんですね。はい、あ、なるほど、了解です。申し訳ない。いえ、大丈夫です。じゃウーロン茶もらってます。ウーロン茶で、はい、しこまりました。ちょっと違う。だいぶやろ。てか別物やろ。確かに写真と違うって認めてる店員さんが認めてる。ちょっとバイトだから多分しょうがないんだと思うんですけど、日曜日のゴールデンタイムで俺らと鬼滅の刃めっちゃ語ってる女どもしかいないけど、写真とちょっと違う。ネットの女と一緒っすね。そうっすね、ネットの女と一緒っすね。バリバリ加工、いやでも加工でこうはならない。いや食った、食いました。やっぱね、残すのはね、ちょっとね。写真はイメージですみたいな書いていてもらえば、まだギリ。ああ、確かに、はい。今までツイートされてなかったってことは、どうなんだろう。最近なのかな。多分、どっかで肉寿司やれば売れるよみたいなのが聞いてきて、よし、やるかってできたのがあれなんですよ。しかも、ここペット OK なんだ。そんなとこありますここ、ペット同伴かって書いてある。ここでお前、犬いたらもう最悪やろ。はい、ということでね、食べ終わりましたけども、本当にね、全然違う食べ物たちがいっぱい出てきて、まあある意味ね、あのホームページに SNS 映えするって書いてあったんで、ほんまに SNS 映えするね、お店でした。でもどうなんだろうね、なんか明らかに違う写真を載せてお客さんを釣るっていうのは、もうあのレベルって結構アウトなような気もするけどね。マクドナルドとかもね、レタスの量が違ったりとかするんだけど、写真と。でもまあ、でも許容範囲だけど、今回のはね、ちょっとね、許容範囲外なような気もするけどね。でもお腹いっぱいになるお店でした。まああんまりね、ごちゃごちゃ言うと営業妨害とかになるから、あんまりもうとやかく言わないけど僕も。まあ、こういうね、お店がね、多いので、皆さん気をつけるように。